集まれ動物の森、実況プレイ今回もやっていきましょう。皆さんこんにちは。ただいまのひまかじまの時刻は2020年5月12日火曜日の午後5時54分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日は故郷の家族とビデオチャットしたんですが、父も母も元気そうで安心しました。よかったです。コロナかかってないですか？あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。はい、どうも。なんかすごい格好してる。スマホが鳴っている。どうも。はい、240ベル。で、お手紙はタコリーナ。キャプテン、私ね、一人の時間も好きなんですけど、一日誰とも喋らないとなんだか寂しくなるんですよね。こうしてメッセージカードを書いていると、寂しがりの人好きっていう天の弱な自分に気がつきました。複雑な乙女心、ナコリーナ。かわいい、かわいいよ。メッセージカードとかも全然出してないからね、出してあげたい気はするんだけど、なかなかね、忘れてしまうんですよ、毎回毎回。では本日は、まあ、お花に水あげたりもするんですけど、曲をね買ったのでそれを追加したいと思います。うたた寝の夢。チェロ風のやつだね。あんまり広場に見つかわしくない感じがしますけど。あ、メッセージボトルがあった。あ、ローランだね。ローラン犬じゃない。拾ってくれてありがとう。昨日お家で DIY してたら材料を間違えてたみたいで、こんなものができちゃったんだ。僕しか知らないなんてもったいないし、作り方を教えちゃうよ。君も作ってくれたら嬉しいな。僕って天才？飛びうより。間違えたところで木製の本棚か、持ってますね。じゃあローランの買い物、あ、化石がある。ローランの買い物をするか。さて、どうもどうも、私ローランと申すですか。いかにしくラグを売るお仕事、はるばる来たです。遠くから取り揃えてるラグの3サイズ SML 柄は買ってからのお楽しみ。ラグ買いますか。はーい、 S サイズ全部買っていきますね。さて、ローランから全部買いました。全種類ですね。荒野の壁、歩道の床、緑のキリムのカーペット、黒いシンプルマット、ローランの引き換え券、青いラウンドマット S。 半分くらい被ってるような気がする。荒野の壁、これですね。で、田園風景のだっけ、なんだっけ、歩道か、歩道のこれだ、歩道の床。うーん、でラグが青いシンプルマット S。 あれ違くない？こっちだね。青いラウンドマット S、 あと黒いシンプルマット M で、緑のキレムのカーペットですね。うん、そうですか。それではたぬきショッピングは、うーん、何もないっす。高額買取はアイアンガーデンテーブル、積み木コンポ。さてと、あ、なんか冷蔵庫、何あれ、これ何、フレンチドア冷蔵庫、高そう。6万、
あんまり高くない。でこれとこれは持ってるので、でこっちも全部持ってるので6万貯めてあれ買うか。こっち側はひまわりの傘、これ誰かにあげようかな。持ってるかな。ランダムな敷石持ってたっけな。ランダムな敷石持ってたっけな。間違えた。持ってないね。で6万ね、6万。さてどうも、なんかバイキンマンみたいなやつがある。1万円で足りるかしら。レインコートでしょ。ここら辺は昨日と変わってないな。フォレストなワンピース、この色が一番可愛いかな。これこれ、デビルなんだ。バイキン、バイキンマンとドキンちゃんかと思った。ウォーキングシューズ、おばあちゃんの靴だね。今回全然変わってないな、品揃えが。そうですか、全然足りたわ、1万円で。はい、じゃあ、あ、一日中店の中とはいえやっぱりこう天気がいい日はなんとなく嬉しいもんですね。今日みたいな日はつい明るめの生地を多めに塗っちゃうんですよ。その柄はなんだい、ホルスタイン柄かい。お金ここにあった。桜島くん。よっ、キャプテンじゃねえか。元気そうで何よりだ。おしゃべりしよう。気がつきゃこんな時間だぜ。何してたんだっけな俺。あるよね、そういうことね。夕方になると急にあれこれ今日こんなんでよかったのかなみたいな。後悔ともなんかちょっとあれあれ嘘あれえちょっと待って、金になってんじゃん。あれ昨日黒かったんだけど、で開けても金にならないから次の日、ああ金ないんだと思ったら金のバラ咲くんですね。驚きなんだけど。あ、久しぶりのパチンコ。あれなくない？パチンコ。あれ？あ、よかった。あった。で、違うよ。それで蜂が出てきたらどうしたの？プレゼントは学校の机。想像ができる。学校の机ですね。これさ、ああそうだよね。なんか入ってる。パン。なわけないよね。これで1万ベルをしまいまして、しまう？埋めまして、あとはいやーまさか金のバラが咲くとは思っていなかったですね。諦めてたからね。嬉しいなぁ。これやっぱ一番最初の花がバラで良かったよね。
分かんないけど、じゃないとこんなにバラ増えないじゃん、そもそも。燻製はバラで良かったです。スズランが3つでしょ、すごいいいんじゃないこの島あとはな、建物いつかは変えるつもりではいるんだけど、配置を。それをいつやるかっていう話なんだよね。いやー嬉しいな。あれ昨日ここ黒じゃなかったっけ、黒増えたなって思った記憶があるんだけど、記憶にございませんな。カポリーナちゃん寂しいのかい。石があったから石掘ってかれてね。お、あ、これいいな。すみません、ちょっと立て込んでて。何してるの。と思いだったんで、竹のフロアスタンド知ってる。はい、はい、ありがとうタコリーナ、バイバイ。可愛いから許すよ。ここは邪魔なので、まあどこにあっても邪魔なんだけど、正直ここを切りなんで植えよう。こっち側でいいかな、どこでもいいんだけど。でこれをちょっとずらそう。で、化石4つあるので鑑定してもらいましょうか。お願いします。あー全部かぼりですか。最近全部かぼり、かぼり全部かぼりっていうのが増えてきましたね。うん、紫のバラが順調に増えてるな。あ、昨日売ってたシャワーなんとか違うわ。シャワーヘッドがあれじゃなかったもんね。わあ、ちゃんと確かめればよかった。マジか。やった、初の落とし子です。ね、2万はいかないかもしれないけど、あ、行ったわ。買います。島に行きたいと思うんですが、ちょっと一回切りますね。また再開すると思います。それではお疲れ様でした。はい、どうも、今回は早速島に行こうと思います。じゃあね。おー、スネちゃん元気してる。へい、話しに来たよ。海の向こうに島影が見えるだろ。あっちの島にはどんな奴らが住んでるんだろうね。あ、住んでる。あ、いやいや、アイコンちゃんチャオ、今日も乗ってる。チャー、おしゃべりしよう。さっきまでお散歩しながらいろんな出会いを楽しんでたんだ。かわいい花とかおしゃれな家とかね。かわいい花っていうか綺麗な花が咲いてるよ。
まだ咲いてないか、つぼみだけど。出発。竹率高いな。じゃあ今回もタケノコと化石があれば化石と、なんかいっぱい埋まってる。あとは石ですね、取っていきます。蝶がいっぱいいる。はい、それでは今回はこれですね。しょっぱって感じです。今回は帰りましょうかね。あ、なんかいっぱいいるな。どっちする？まあどっちでもいいですね。はい、失敗です。警報を釣ればよかった。アジです。じゃあ帰ります。じゃあまた次の島行きましょうね。はい、来ました。さて、どんな島でしょうね。木が見えない。ん？これは、あー、ぐるぐる島だ。で、月によって来やすい島って変わるのかな。本日の最後がこれか。あ、ダイナーの椅子。それじゃあカットで。はい、終わりました。この島は平坦だから楽ですね。ダイナーな椅子が落ちてきて、あとは金鉱石がね落ちてきましたね。でこれをじゃあ島に帰って見てみましょうか。メッセージボトル欲しかったな。せっかくならねレシピ欲しいですよね。ダイナーの椅子、色違い持ってるな。じゃあ、で荷物整理してきます。いました、前に逃がしたやつ。えい、ルリボシカミキリ。この色は生きてる間だけ、死んだら青じゃなくなる。ルリボシって言うけど星なのは黒じゃんね。ルリ色なのは本体じゃん。とかちょっといろいろ。でかっ。はい。びっくりしちゃった。後で一気に売りましょうね。ダイナーの椅子は黄色を持ってたんだね。で、さっき落ちてきたのがこれ。あとは、まあ、いろいろ揃ってきてるので、お家の整理とかもしたいね。お家の部屋、あ、襖持ってる。襖、じゃあ桜島にあげようかな。で、赤いテキスタイル持ってたな。誰かにあげよう。あ、サソリがいる。あれ、どうやって取ればいいんだろう。読めないし。タランチュラと同じでいいのかな。良さそう。じゃあタランチュラ島みたいな感じでサソリ島があるのかな。ありがとうカサンドラ。サソリを捕まえた毒があるから触っちゃダメ。捕まえました。あら、こんばんは。これいらない？なんかあげようか。イカあげる？イカ。
まあ、いかね。お部屋に飾ったら素敵かしら、愛子さん、ありがとね。あんまり飾る、あ、お金か。お金はいらないですよ、ありがとう。でもあとは桜島、桜島くん、しかし元気だね。おじさんはもうこの時間疲れてます。襖あげるよ、襖かぶってたから。ほう、襖か。おめえ意外と渋い趣味してんだな。いいセンスだ、ありがとう、受け取っとくぜ。ただにもらったばっかじゃ申し訳ねえ。パジャマワンピ、ありがとう。めっちゃねえや見てる。ねえやには最近傘あげたので、一回パジャマワンピ着てみようか。何色、黒、何色、あんまり暗くてよくわかんないんだけど、私持ってない色だな多分。ありがとう桜島、結構いいものくれるんだよね。あとはバーバラにじゃあおしゃべりしよう。ここの暮らしにも随分慣れたよ。ちょっとばかし不便なとこもあるけど、住めば都とはよく言ったもんさ。聞いたな、それセリフ。立たないかな、立たないかな。あ、ごめん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 、話しに来たよ。あのさ、あんたが昨日穴を掘ってそこにお金を埋めてたって話はマジなのかい。おやさんには聞いたことがあったけど、これが埋葬金ってやつか。埋葬金、埋蔵金。ですね、先ほど捕まえたこいつとあと化石の鑑定をして今日は終わりたいと思います。あ、売るの忘れてたけど、まあ売るのはいいでしょう。化石がもしね、かぶりだったら売って終わりにします。それじゃあまず1匹ずつね、寄贈する。じゃあまずはルリボシカミキリから。どっちも虫ですけど、風太くん。ひ、ルリボシカミキリ、あ、いえ、なんでもありません。それでどうされます、解説してください。ルリボシカミキリはブルーの体色が非常に美しいカミキリムシです。愛好家の間では大人気の虫ですが、死ぬと体色が赤褐色、へえ、標本にするのには向いていません。そうなんだ。ところで太い触覚をよく見るとですね、太いのはそれ、そういうものなんだ。黒い毛がもじゃもじゃと、あー気持ち悪い、結びつけてきましたね。はい、ありがとう。じゃあ検査していきましょう。はい、サソリ、気持ち悪いね、お願いします。ひ、サソリ、あ、いえ、何でもありません。はい、解説してください。サソリはエビの仲間だと思われがちですが、どちらかというとクモに近いんですよ。一口にサソリと言いましても、種類によっては性格がおとなしくて毒性も弱いものも存在しています。へー、そうなんだ。ですが尻尾を掲げて威嚇する姿は、私見ているだけで冷や汗が、あ、恐ろしいや。へえ、気持ち悪い以外もあるんだ。あったっけ前も。はい、ありがとう。じゃあ化石の鑑定してもらうかね。はい、化石、かぶりじゃないといいな。ヒプロドクスの頭、かぶりですね、残念。さあ、それの売り値って何メルなんだろう。はい、ありがとうございました。8000メルだ、マジか。じゃあタランチュラ島みたいな感じでサソリ島があるのかな。やっぱ島は夜行った方がいいな。うん、ルリボシカミキリは3000メルですね。はい、売りに来たよ、買い取って。ディプロドクスの頭、あとはサンドダラーとこれらで、いいね、お、いい値段。はい、じゃあタマツくん、これ欲しいかな。メニュー黒板か、お部屋の中に一つくらいこういうのがあってもいいよね。そうかな、じゃあ買ってあげるよ。買っちゃう。
すごいびっくりした顔してるね。偶然？そうかい？目が見開くのちょっと怖いよね。メニュー黒板あげる。これひょっとしてメニュー黒板じゃない？そうだよ、目の前で買ったやつ。アイコンくんありがとう。僕こういう色好きなんだよね。もしかして知ってた？黒だもんね。うん、飾ってくれ。もらうからにはお礼をしないとね。このレインコートを受け取ってよ。ありがとう、レインコート。じゃあ雨の日に着るね。今度レインコートはこんな感じです。あ、黒なんだ。へえ。パジャマワンピはこれはネイビーかな。ネイビーっぽいね。悪くない。間違えた、こっちですね。それではみんなに見られながら締めたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。ちょっと抜け参る。そういえばクリアしてたことに気づいたので。60,000貯めすぎだな。もっと島行こうね。はい、それではそれではとか言っていろいろ見ちゃう。これはあ、いつでもいるんだ。5月で、それはやっぱ7時以降なんだね。はい、気持ち悪いですね。サソリがいなくなってからタランチュラと同じような感じなんですね。ウレーナも一緒だしね。はい、それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価いただけたら幸いでございます。それではお疲れ様でした。